アジアティークザリバーフロントにやってきました。めっちゃ人いる。11時半までフェリーは動いてるみたいです。中はすごい綺麗なショッピングセンターです。めっちゃ照明綺麗。やばい、お店がありすぎます。どこを見渡してもお店がいっぱいある。めっちゃいい匂いがする。ここのお肉の匂いめっちゃ美味しそう。すごいお店いっぱいある。お、骨だ。串も美味しそう。ワニがいる。すごい。夜ご飯でガパオとお肉にしました。美味しそう。このご飯はおまけでつけてもらいました。それじゃあいただきます。まずお肉からいこう。念願。美味しそう。めっちゃ赤い。で、そのままでめっちゃ美味しい。ガパオ。めっちゃ美味しい。唐辛子から。え、辛うま。卵が甘い。サービスでもらったお米食べようかな。すごいラップじゃなくて袋に。このサービス見たことないんだけど、食べやすそう。かたうま。はい、はい、はい、ゲットでーお気持ちを飲めんじゃん。オーケー、サンキュー。シーフードパッタイ頼みました。シーフードパッタイにしました。エビ以外にも入ってるみたい。パッタイめっちゃ美味しそうじゃない？うん、いかうま。めっちゃキンキン。イエーイ、オレンジジュース60バーツ。帰って聞かないと。めっちゃジュース美味しい。完食。ごちそうさまです。かわいい服。 We are elephant。 お洋服だけではなくてバスボムだったり美容系の商品も売ってます。めっちゃおしゃれなライト売ってる。このゾウさんかわいい。ゾウがいっぱいいる。マンゴー。なんかすごいディズニーランドにいるような気分を味わえます。お土産屋さんとかお店とかいっぱいあっていいなって思うんだけどさ、朝一のさ、あのボートで私たちはぼったくられたんで、もう全然買うことができないです。もう残り今100バーツを切ってます。
100バーツはね、交通費に残しておきたいなと思います。観覧車大人500バーツです。スピードがめっちゃ速い。怖そうなお化け屋敷もある。こっちは1人300バーツです。野外ではなくて中にもフードコートはありました。中にもたくさんのお店があります。本当にね、すごく広い。外はすごく味があって良かったけど、中はね、めっちゃ涼しい。夜真っ暗になった方がね、景色がすごい綺麗です。衝撃なんだけど、行きはお金かかるけど帰りはフリーなんだって。無料で帰れます。それじゃあフェリーに乗って帰ります。バイバイ。アジアティークザフロント、めっちゃ綺麗。本当にね、これはご家族でもカップルでも友達とでも楽しめるかなと思います。え、雷じゃね？え、向こうの空雷だ。イエーイ。風がやっぱ気持ちいいです、ボートは。船着き場に到着しました。到着です。よいしょ。行きがさ、大人1人30バーツで帰りが無料だからさ、往復で30バーツしかかかってないからめっちゃお得。カード。すいません、すいません。はい、Thank you。大苦戦。買いました。サラダイムでいきます。今こちらの駅にいるので、こちらの S2 の駅に向かっていきたいと思います。車内は一つ一つデザインが違って面白いです。サラダ園駅に到着しました。ここから歩いて15分ぐらいでホテルに着くので、歩いて帰りたいと思います。また雨が降り始めちゃいました。うわー、すごい土砂降り。昼間の晴天とは打って変わってですね、めっちゃ日本のお店ストリートです。大雨だけど、雨やばいです。あ、やばいやばいやばい、めっちゃ水溜まり。ホテルになんとか戻ってこれました。靴ともうズボンがもう大惨事です。ぐちょぐちょ。ホテルのカウンターでちょっとサファリの行き方だったり、あとはピンクガネーションのツアーとかどういうのがあるんだろうってのをちょっと聞いてみたいと思います。I want to go toピンクガネーシャ、ラッジャスモメプリーズ。I want to go to Wat Saman Ratanaram. It's out of Bangkok. It's out of Bangkok. あ、去るのは？Tomorrow. It's out of Bangkok. You need to go by taxi. あ、go to by taxi? Yes. あ、OK, タクシー。Not inside Bangkok. OK. Undo.The taxi with the bellboy. Okay. After undo, I want to go to Safari World. Yes. まあ、バスツアー。It's no bus. Need to go by taxi as well. Okay. Just a moment. Thank you very much. ホテルからはピンクガネーシャもサファリもバスツアーとかが出てないそうなので、自分で手配するかタクシーベルマンに呼んで手配してねってのことでした。
おはようございます。タイ滞在4日目最終日の朝でございます。今から、ホテルチェックアウトして、市内に向かっていきたいなと思うんですけれども、本当にもうマンダリンホテルさん最高でした。もうめちゃくちゃ過ごしやすくて、もうホテル内も綺麗だし、ジムだったりプールもあるし、まあ、行ってないけどね、ゆっくり過ごすことができてとてもいいホテルでした。本当にお世話になりました。今日もね、最終日たくさん楽しんでいきたいなって思います。昨日と違ってバスは満員です。今からエラワンシュラインの方まで連れてってもらいます。セントラルワールド。セントラルワールドに到着しました。これからちょっとショッピングだったり、キャリーケースがねめちゃくちゃ大きいので、なんか荷物預かってもらえそうなコインロッカーだったりがあるみたいなので、こちらにちょっと立ち寄りたいと思います。セントラルワールドの中に荷物預け入れがあるので預けていきます。セントラルワールドで荷物を預けたのでめっちゃ快適です。今からマンゴタンゴってお店に行ってマンゴー食べてくる。やっほー。お店を発見しました。マンゴタンゴです。でも隣のゆずラーメンのお店もめっちゃ気になるね。メニューが本当にね、もうマンゴー尽くしで、どれもめっちゃ美味しそうなんだけど、これね、マンゴタンゴっていうこのメニューが多分一番お店のメニューっぽいんですけれども、私は食いしん坊さんなので、こちらのね、マンゴタンゴエクストラスティッキーライス、もち米がついたやつまで追加で頼んじゃいたいと思います。届きました。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。マンゴーがもうキラキラしてるし、生クリームかな、最高。マンゴープリンとマンゴーアイスと、そして大好きもち米。わーい、いただきます。まずはマンゴーから、うん、いやめっちゃ美味しい。アイスです。アイスシャリシャリだ、うん、うん、アイス超うま。生クリーム、うん、いい軽い生クリーム、美味しい。マンゴープリン、うん、うん、中にもマンゴー入ってる。もち米、うん、美味しい。やばい、マンゴー作り最高すぎる。マンゴー大好きだわ。ダメだ、美味しすぎて無言になるタイプのやつだ。友達とマンゴー食べたらなんかラーメン食べたくねってなって隣のお店へ来ちゃいました。ラーメンはマジで正義、めっちゃ美味しそう。ゆずラーメン美味しそう。日本生まれのバンコク育ちのジャパンボーンバンコクブレッドだって。おー美味しそう。めっちゃメニューあるで、調味料もすごい揃ってる。ゆずラーメンとポテトを頼みました。めっちゃジャンキーだけど最高に美味しそう。
メンマ、メンマがいる。いただきます。あサイアンドコーン、めっちゃ美味しい。柚子の皮が入ってる。完食でいい。めっちゃ濃いくない？ごちそうさまでした。まさかのタイでユーズ味のラーメン食べれると思わなくてめっちゃ美味しかったです。この後15分後に2時からねアフタヌーンティーの予約しているのでその場所に向かいたいと思います。ここに行きます。Excuse me, two o'clock reservation, Yumiko Town. 2時から予約をしたんですけれども、まさかのアフタヌーンティー2時半からでした。ちょっと待ちたいと思います。レモングラスアイスティー。めっちゃ美味しい。アロマオイル飲んでるみたい。この白いのがレモングラスってことしか分かんないけど美味しそう。レモングラスの何これ。うん、クリームつけて食べるのかな。うん、クリームとつけて。うん、うん、うん。ほっ。うん。めっちゃ量多いな。美味しそう。ココナッツとマンゴー系ですね。奥のこれ何？届きました。すごい3段。何なんだろうねこれ。すごいこの色の食材見たことないよね。こちらがお料理系ですね。ビーフ、ポーク、シュリンプみたいな感じで言ってた気がする。こちらはデザートって言ってました。全部美味しそう。この手前のチョコレートめっちゃ美味しそうだな。お花が可愛いです。一口いっちゃおう。うん、めっちゃうまっ。ソースちょっとつけてみます。春巻きかな。うん、うん、エビだ。めっちゃうまい。焼き鳥めっちゃうまいね。焼き鳥、うん、うん、これ何の味なんだ。おいしい。何これ、大根？
うん、お芋？何これ？うん、マンゴー美味しい、マンゴー美味しい。マンゴーアイス、マンゴーアイス。めっちゃ美味しい。シュークリームかな。うん。なんかすごいクリームなチョコ。うん、うん。ごちそうさまでした。ご飯美味しかったです。シトロム駅からパヤタイ駅まで向かって、そこから空港に帰っていきたいと思います。うん、チケット。チケット。買いました。スワンナップーム空港向かいます。スワンナップーム空港2人90バーツ100バーツ入れてコイン2枚。入る前に謎の入場検査があります。スワンナプーム空港までは7駅です。スワンナプーム国際空港に到着しました。エアポートリンクさ、めちゃめちゃ快適だし、すごい早く行けるし、値段も安かったので、スワンナプーム国際空港からバンコク市内に行く方はね、ぜひよかったら使ってみてください。もちろんね、グラブもいいけど、グラブはちょっとね割高なので、もう手荷物があんまり少なくない方とか、行動しやすいよって方はエアポートリンクおすすめしてます。今5時に着いてるんですけど、まだ表示されてなかったです。時間が結構あるので、時間を潰せるところでちょっとのんびりしたいなって思います。コンセントがたくさんあります。これ使えるの最高だよね。すごい、空港にもいらっしゃる。空がとても綺麗。23時10分ジップエア乗っていきます。表示はされているんですけれども、セルフチェックインがまだできないみたいなので、ちょっと荷物を置いてその辺座ってたいと思います。ちょっとね、大きい荷物だから行動できなくて、なかなかきついです。うわ、ここめっちゃご飯の匂いする。お腹すくやん。出国ゲートをくぐる前にはケンタッキーやバーガーキングだったりご飯屋さんが多いです。タイ料理だったりとか中華料理系も、スターバックスもあります。コンセント付きのカフェもあります。オレンジジュース。ようやくチェックインカウンターがオープンしたみたいなので行きたいと思います。いやー、長かったです。でもめっちゃね、Amazon で漫画ポチったりとか、 X でめっちゃ漫画見たりとか、漫画ワンとかジャンププラスとか、めちゃくちゃ漫画アプリを渡り歩いてました。最高な時間だった。Cカウンターに行きたいんですけれども、
もう本当にね、ベンチめっちゃ数あるから座れないってことはないし、カフェだったりご飯屋さんもあるので、あの予定がなくてもう空港行っちゃってもいいやって方はね、あのスワンナプーム国際空港全然時間潰せるところたくさんあるので行ってみてください。ちょっとマッサージね行きたかったんだけど、ネットの記事だとさクレジットも使えるよって書いてあったんだけど、実際ちょっと行ってみたらねキャッシュオンリーって書いてあったので、ちょっとそこは気をつけた方がいいかもしれないです。ちなみにジップエアーさんは搭乗時間の3時間前にチェックインができるみたいです。チェックインめっちゃ並んでます。今回ジップエアーさんはセルフチェックインができないので列がもう長蛇の列です。やっとチェックインできたぞー、わーい。まあねって言ってもまだ飛行機乗るのは夜の11時10分と結構遅めなんですけれども、まあねもうなんか一回気が楽になりました。てかキャリーケース預けられたのもがもう最高すぎます。てなわけで今からもう出国ゲートくぐっていっちゃおうかなって思います。この時間に出発する飛行機が多いみたいで、めちゃくちゃ出国ゲート混んでて全然列が進まないです。イミグレを通過しました。ちょっと通過前にさ、なんかもう目痛すぎてメガネにしてたら検査引っかかっちゃって、でメガネ外すと私視力を本当に見えないので、なんかすごい結構時間かかっちゃって申し訳なかったです。次からはコンタクトにします。それじゃあ23時10分ジップエアの東京行き、今回は成田空港なんですけれども G の3に向かっていきます。この時間の飛行機多分ね乗る人がすごく多いので、めちゃくちゃ出国ゲートが混んでました。なのでこの時間に乗ってタイからどこかに行かれる方は本当にチェックインをもう早めに済ませてゲートくぐる方がいいかなと思いました。結構ギリギリになって危ないなっていう思います。やばい、ゲート閉まるまであと10分しかないです。トイレめっちゃ混んでてやばいやばいやばい。いいな、ちょっとショッピングとか楽しみたかった。さよならタイ、日本に戻ります。席がハロウィン仕様で超可愛いです。すいません、もうめちゃくちゃ眠たくてもう目がしょぼしょぼしてるんですけれども、6時間15分のフライトに揺られたらもう日本に帰ってるっていうね、楽しみだけどちょっと寂しいというか感じです。それじゃあおやすみなさい。航路が混んでるみたいで15分出発が遅れるそうです。
成田空港に到着しました。フライト6時間15分だったのでめっちゃあっという間だった。マジでなんか寝てたらもうすぐ着いた感じです。結構ねちゃんと寝れたから眠たくないです。それじゃあちょっと検疫行ってきます。いろいろあったマレーシアタイ旅行だったんですけれども、無事日本に帰ってくることができて本当に良かったです。もう本当にいろいろあったけど、もう無事に帰ってこれて良かった。マレーシアもタイもめっちゃ楽しかったです。長いね多分動画になってると思うんだけど、最後まで見てくださりありがとうございます。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。毎週金曜日の9時にプレミア公開やライブ配信をしていますので、ぜひチャンネル登録と高評価と通知をオンにしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。